イコテンの羽休め、イエイ。本日パーソナリティを務めます赤色担当猫みちゃんアパです。よろしくお願いします。ついに一人で羽休めを撮るようになりました。ちょっと一人で喋るっていうのは苦手だから、てかもう言葉が苦手だから、何言ってるかわからないと思いながら聞いてくれたら嬉しいです。嬉しいです。何言ってるかわからないなと思いながらも聞いてくれたら嬉しいですだ。はい、ということで今日アパリは何喋ろうかなと思ったんですけど、せっかく一人なのでイコテンの楽曲の歌詞解説会をしてみようかなと思います。イエイ。イコテンのオリジナル楽曲が今何曲あるんだ、7曲あるんですけど、多分ね何曲かっていうのはこの1回の羽休みでは喋れないと思うので、とりあえず1曲今日は解説できたらなと思います。ということで第1回目は AI の歌詞解説してみたいと思います。イエーイ。イコテンの楽曲はギャンブラーとライクウェザーのラップ部分はカナタが歌詞手伝って考えてくれてるんですけど、それ以外の歌詞はアパユが実は歌詞を書かせていただいておりまして、 AI が一番イコテンを作った時に一番最初に書けた歌詞だから、結構思い入れが強くて思い出の曲になってるんですけど、結構ね早く書けたよね AI は。パパパーってめっちゃ時間かかる時はかかるんだけど、 AI は割と早く書けました。ということで歌詞解説スタートします。そもそもアイドルに憧れてる女の子が自分のやりたいアイドルになっていくっていうのをイメージして書いたんだけど、最初のフレーズは怪しいスカウトマンが声かけてきて、声かけてきたスカウトマンがいい人やと思って信じたけど、実際まあアイドル始めてみたら思ったより厳しい世界、まあその厳しい世界っていうのがなんかダンスがしんどい、歌がしんどいとかじゃなくて、事務所からの圧とかいろんなことでしんどくて、まあ本当は辞めたいなと思ってたけど契約云々とかあるから、まあ辞めれない、まあ、過去に戻れないっていうところ。でその後のより白い続く道しるべは、まあ、有名になるまでの道みたいなのを表してるんだけど、まあ、有名になれるまでの道とかそういうのはまだ知らないけど、まあとにかくがむしゃらに頑張ったっていう純粋で素直な気持ちを一番は書いてます。炎天何度も走ったのにはまあ、がむしゃれに頑張ったよっていうことを伝えたいなって思いながら書きました。サビは命じられた僕のファンクション偽造されたこの AI はなんだけど、 AI って単語を自分はこの歌詞の中でアイドルっていうことにしてて、まあ、偉い人に言われてやらされてる感とか、作られたアイドルのことを AI って置いて歌詞書いてるんだけど、まあ、作られたアイドルだけどファンの中ではやっぱキラキラ輝いて見えるようになことっていっぱいあるじゃん。だからまあこれからもどんどん頑張るから、そのドキドキを抑えられないままでいてほしいなって。消えてくアイドルとか、まあいなくなっちゃうアイドルって世の中たくさんいると思うんだけど、ずっと頑張るよって、だから永遠に続く物語へって書いてるんだけど、一番は本当に純粋にアイドルを頑張ろう、事務所に言われるままやってるけど、でもまあやっぱ好きで始めたことだから頑張るよっていうアイドルの部分を一番書いてて、で2番は、まあ、こっからはアンチの話になるんですけど、まあ、嘘で作られたアイドルがファンの心をつかめるのとか救えるのって、アンチ受け止めれるほどの強い覚悟とかそういうのはないし、嘘で作られたアイドルで愛されてきたけど本当はその自分を好きでいてほしいってことを一番のサビ前までは伝えたい。僕の気を刺していくはアンチの声が刺さってるってことで、誰かがつぶやくはその時で人は救えるのは嘘で作られたアイドルでファンの心をつかめるのってことで、難しいな、なんか上手に説明するの。サビ2番サビはフィクション、あ、信じないで僕はフィクションって入れてるので、まあ自分は嘘で作られたアイドルなんだってファンへ伝えたい、まあ本当はこうじゃないんだって言いたいけど、やっぱ今までそれでやってきたっていう工程があるから、まあ今更そういうことは言えんし、まあ、素の自分でアイドルしたいとかそういう願い
まあ、あるけど、そういうのってやっぱ言えない状況だったりとかで言えないよなってなってて、まあそれでも本当の自分は忘れないでほしいし、まあこれって多分この歌詞に限らず多分みんなそうだと思うし、アイドルさんも多分そう思ってるだろうし、思ってるだろうし、てか思ってるアイドルさん多いと思うし、まあ素の自分が消えないように自分の中で願ってるんだろうね。歌詞書いたんですけど、なんかそんなニュアンスで書いてて、まあこの見つけ出してその光でっていうのは、自分的に、まあ、ペンライトを意味してて、まあ、ペンライトで照らしてほしいとか、まあ押してほしい、自分の推しカラー振ってほしいとか、まあ、それで本当の私を見つけてほしい、暗闇を照らすみたいなイメージもあるし、まあ押してほしい、ペンライト振ってほしいとか、これなんかさ、ニュアンスでしか伝えられないような歌詞って、ここからですね、ここの自分のソロパートがあるんですけど、今宵この出会いが愛されたいと君につぶやく儚く響けってところは、なんかね、めちゃこだわった気がするよね、ここ。なんか歌詞書いてからパート分けはしてるから、別にアパがここだからアパのところを良くしようとかそういうのはないんだけど、誰か一人でもいいから本当の自分を愛してほしい、愛されたいって気持ちを込めて書いたんですよ。それとこの出会いがこの AI がに聞こえて欲しくて、サビがさ、あのこの AI がってなってるじゃん。でこの出会いがとこの AI がが一緒になるように聞こえるようにしたかったから、あの歌詞を詰め詰めに書かずに、伸ばし棒があるような書き方っていうか、何メロディーにしました。いや割なんかこういうの好きでさ、なんかそう聞こえるかなみたいな、めっちゃ細かいところの、細かいんだけど聞こえたらいいなって思いながら、あと儚く響けのところはなんかね、儚く響くとか儚く届けとかいろいろ考えたんだけど、まあなんか歌詞もそうなんだけど、歌うときに響くよりは響けの方が声出しやすいっていうのもあって、歌やってる人になんか響けか響くか届けとかってあるんですけど、どれがいいですかねって相談聞いてもらって、響けの方がなんかいいんじゃないみたいな言ってもらって響けになりました。トワチのソロパートの神様がくれた生きる意味、きっと僕らまだ知らないのところは、素の自分を出すこと諦めかけてたけど、まあ、神様がチャンスをくれて頑張ろうってなってが、過去にたくさんアイドルとしてライブしてきたけど、正しいアイドルのやり方とか戦略、どう自分を出していくとか、そういう知識とかそういうのは分かんないからっていうのを書いてる。永遠何度も愛したのにって2番のサビ前とここを入れてるんだけど、永遠ってか何度も愛したイコールライブをしたっていうイメージで、うん、で1番はなんか覚悟ないけどライブしてたって感じで、2番はなんかポジティブに頑張っていこうっていう意味合いを込めたライブをした、意味合いを込めてライブをしたっていうのかみたいなニュアンス。離れないを信じていては私は君がくれた愛のおかげで今も頑張れてるし感謝してるよとか、もうなんかもう本当に感謝の気持ちが届いてほしい、このワクワクをずっと持っててほしいし、その自分で一生懸命夢のために頑張るからずっと見守っててほしいっていう感じです。で1番と2番はこの AI がって書いてるんだけど、ラスサビはこの愛は今って、 AI ってまあ普通にアルファベットで読んだらAI が愛になるから愛にかけたかったんですよ。そんな感じのアイドルが頑張る愛の歌ですね。アイドルとして頑張る歌をデビュー曲にさせていただきました。あ、なんかね、説明難しいね。なんか歌詞もうちょっと説明できると思ってたから、いざ言葉に出そうと思ったら難しいと思って、まあ、ざっくり説明し、最初にも言ったと思うんですけど、ざっくり説明したら、純粋だった女の子がちょっととある事務所に入ったけど、なんか運営さんにこうしろああしろって言われすぎて、自分がこれをやりたいとかもできなくて、やっぱアイドルはやりたかったし夢だったから一生懸命頑張ってたけど、やっぱ心の片隅にはさ、本当は素の自分でアイドルしたいのにとか、本当はこの素の私を見てほしいし好きでいてほしいっていう願いがあって、この愛されたいと君につぶやくのところらへんで、あの自分の人生を変える一人に出会ったんでしょうね。でラストサビのところで、
一度諦めかけたけど、素の自分を出していけるようなアイドル、素の自分を好きになってもらえるようなアイドルとして私は頑張るから、素の私も好きでいてほしい、どんな私でもついてきてほしい、離れないでほしいっていうことを書いてます。はい、いや大丈夫か、ちょっと一回この録音を聞いてみて無理だったらもう一回撮り直しますはい、ということで皆さんの羽も休めることができましたでしょうか。本日パーソナリティ務めましたは猫みちゃんアッパでした。また夢でお会いしましょう。おやすみー。